んかな。まあ、いっか。いいよね。酒を小さじ2。はい。じゃあ次は昨日取ってきた魚でね、ちょっと大きかった方。これは日本ではシマメジナっていう魚みたい。シマメジナ。こっちではパラワレって呼ばれてる。シマメジナです。これは刺身とかやなんか匂いがきついらしくて、刺身とかに向かないっていうので、煮付けにします。煮付けか竜田揚げだったら美味しいっていうね。これは後で、今度ね、また今度やります。で、もう一つの方、これはマーブルフィッシュって言って、なんかね、まあ、筋肉質で、で身がフグみたいで、だから鮮度が良かったら、刺身の方が良くて、じゃないと火を通した方がいいっていう感じで、まあこれはまだ鮮度がいいかなと、まあフグみたいにお刺身に薄く切っていきたいます。はい、それではさばいていきます。まずは3枚におろそうかね。僕ね、魚をおろすのあんまりしたことないんで、初心者で見苦しいと思いますけど、ご了承ください。うなぎみたいなピースがこんな切れないもんなのかな。うなぎみたいな、うわっかな、こんな感じ。これが昨日スピアで打ったところが、はい、じゃあね、皮を引いていきたいと思います。じゃあ、いいのかな？お、こんな感じです。もうそんな臭くないな。ちょっとここだけ切って食べてみようかね。ちょっとここだけ食べてみます。手が相当今臭いね。ちょっと刺身で食べれるかどうかちょっと食べてみます。臭くない。本当にフグみたいにすっげー硬い。多少臭いけど、これ薄く切ったらいいのか。どうやって薄く切るんだろうね。こう、あ、俺には無理だこれ。技術がない。でも身うまいなこれ。どうすんだろうこれ。あ、でもこんな感じだ。こんな感じいいんじゃない。なんかテッサなんて俺食ったことないから、実はどれだけの薄さとかも全然わかんないんだけど。
ません、お見苦しい感じですけど、初心者が刺身を引くとこんな感じになっちゃいます。まあでもね、美味しいんじゃない、うん、俺が食べる分はいいや、これで。塩水につけといたウニ、昨日やったやつ、ザルにこして優しくね、すごいウニの量、見てくださいこれ、こんなにウニがあるよ、贅沢だな。これでしばらく置いといたら水気が取れる気がする。あっ、酢飯を持って、贅沢だね、こんなウニいっぺんに食べるって。このウニはね、あの1回ウニで50匹ウニ取って、1人あったりね、昨日3人で行ったからウニは150匹あったり取ってきて、で、まあ、いろいろお裾分けとかするから、お裾分けして最終的に20匹取りました。よし、そんだら、今年はね、うちシソならなかったから、シソ抜きでもう直でストレートのウニ丼ってことになります。ウニ投入、これでタレをかけたら完成。はい、生ウニ丼、美味しそう。プリン体やばいねこれ。じゃあ、いただきます。うまそう、今のウニガッサリいっちゃうね、プルプルしてるよ、プルプル、ビールが飲みたくて俺がプルプルしてるのかもしれない。うまい、めちゃくちゃうまいよ。そりゃそうだよね、だってウニだもん。ウニ丼ってこんなうまいんだね。しかもまだこんな、今の一口だよ、一口なのにまだこんなにあるからね。これが続くとなるとね、幸せ者ですね。あとこれね、島メジナの、卵、魚卵ですね、これの煮付け、いただきます。うん、うまい、うまいね、これ。こんなものをね、この国の人たちは知らないのね、これ食べれるって。こんなにうまいのに、ビールに合いそう、ビール飲んじゃおう。じゃあね、緑のやついきます。ビール、キンキンに冷えたやつ、吸い出るときもいいよね、これ。あ、うまそう、いただきます。失礼します。あ、うめえ。なんでビールってこんなうまいんだろうね。よし、じゃあお刺身もいっちゃおうかね。テッサみたいに2枚同時いくか、2枚同時上映、わさびを上に乗せて、いただきます。うん、なんかね、甘みがあるんだね、だからほかの魚にないぐらい
な強い甘みが真ん中にあるっていうか、うん、うまい。コリコリしてますね。はい、食べ終わりました。お腹いっぱい。美味しかった、美味しかったけど、ウニいっぱいありすぎると途中でいらなくなってくるね。途中っていうか、まあ最後の方でいらなくなってくるね。でなんですけど、やっぱりね、身の方に行くにつれて臭くなってきたから、身の方、上の方、お腹の近くに行くにつれて臭くなってったから、尻尾とかしか食べれなくて、これはね、なんかにつけて食べた方がいいかな。まあ、ってことで、つけて食べます。てなわけで、スピアフィッシングから調理、食べるの全部終わりました。じゃあね、また今度。この国の人はこの魚食べないけど、身がこんなにプリプリでね、美味しいの、実は。うまい。煮付けにぴったりじゃん。島メジナ。